はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、船便での買い付けをそろそろ検討するにはベストなタイミングですよという話をさせていただきます。私が経営している代行会社は生徒さん専用なので、あんまりうちの代行会社のアピールしたことないんですが、弊社は講師に事務所があって、中国アメリカの物販を専門に行っている生徒専用の代行会社なんです。中国アメリカの船便に対応している代行会社を経営している経営者の 自自分分ととししてててもも中国アメリカののンン物販コンサルティングをやっている講師の自分としてもこのタイミング、5月から6月のタイミングっていうのは、船便を積極的に検討していただきたいタイミングです。理由は簡単で、船便って安いんですけれども、時間がかかるんです。どのぐらい時間がかかるかっていうと、中国アメリカ飛行機だったら10日から2週間ぐらいで通常は届くんですが、船便の場合2、3ヶ月かかってしまう。場合によっては3ヶ月かか 3ヶ月ちょいかかってしまうことがあるんですねということは、物販の1年間の流れを考えていくと、まず5月頃からお客様の購買欲が右肩上がりで高まっていって、9月の頭にバックトゥースクール、アメリカでいう始業式だとか入学式があり、10月末にハロウィンがあります。その後は感謝祭クリスマスと、10月、11月、12月の行事が目白押しなので、9月の頭から3、4ヶ月間っていうのは、 さらに加速度的に購買欲が高まっていくんですね。ということは逆算していくと、9月の頭、少なくとも9月の末頃までには確実に商材を販売開始できるような状況にするためには、その3ヶ月前、6月か5月ぐらいに船便の場合は買い付け依頼を行っていないと遅くなってしまうんです。ハロウィンはコスプレしか売れないだとか、クリスマスはクリスマス関係のものしか売れないって思ってる 方がいるんですが全くそんなことはなくってハロウィンやクリスマスはざっくりといえば何でもかんでもよく売れる時期なんですすなわちコスプレにせよその他の商材にせよこのぐらい入れておけば十分だろうって数を入れても全然足りなくなることもままあるということですということはとにかくたくさん数を入れておいた方が自由に販売戦略を行使することができるわけですのでたくさんの数の商材を ドット入れるたためににには飛行機だと割高になっっっててしまいまいいいいすすから船便を使った方がいいっていう発想に落ち着くわけですもう一つ誤解されている点がありまして船便と飛行機便どっちで買い付ければいいかの二択で考える人が多いんですがこれも正確に言うと大間違いです実際は船便で買い付けるのと飛行機便で買い付けるのは別枠で同時並行で行うべきものなんですよ繰り返しになりますが 飛行機はは高いけど早いいいけけどど船便安遅いこの差があるわけなので、一長一短を埋め合わせるために、とりあえず船便でガツンと買い付けて、とはいえ在庫切れになりかけている商材は、在庫切れになってしまうと商品ページのランキングはガツンと下がってしまって、一度ランキングが下がると元の状態に戻っていくのものすごく大変になってしまいます。私はこれを骨折したっていう言い方をするんですね。骨折する するのは一瞬だけれども骨折した足がリハビリを行って元の状態に戻るまでには場合によっては何ヶ月もかかるじゃないですかそれと同じようなことが商品ページ上で起こりますから在庫切れしそうな商品小ロット飛行機便で継ぎ足して在庫切れの状態にならないようにするっていうことを行う必要があるわけですよって船便と飛行機便で買い付けるってことは全く別物と考えていただきそしてこの船便はより不簡 客観的的的なな立立ち位置ににっててて長期的な視点でで未来から逆算して戦略的に買いい付けていく必要がある配送方法です船便でガツンと買い付けておくんだけれども、在庫禁証になっていたり、あとは新規のテストマーケティング、お試し販売で、とにかく早く結果を知りたい。とにかく早く販売開始したいっていう商材は飛行機便で買い付ける。このような形で特に物販慣れてきたら船便と飛行機便、エア便、航空便をうまく 使い分ける同時進行で臨機応変に使い分けていくっていうやり方が利益額利益率を最大限に高めるためには必要な戦略となりますというわけで今回は船便での買い付けを検討している興味がある方は今まさにこの5月6月に買い付けるべきだという話をさせていただきましたただまだ売ったこともない商品をいきなり船便でドカーンって入れるのは正直リスキーだと思うんです ですね。ですから、まずは、エア瓶、飛行機便で、テストマーケティングを小ロットずつ行って、売れた商品、そして特にレビューがついた商品、良いレビューがついた商品に関しては、船便に切り替えていく、という形で、戦略的に進めていく必要があると思います。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださり、ありがとうございました。